お待たせいたしました。市民球場です。中日ドラゴンズ対オリックスバファローズ、このゲームの模様をお送りいたします。ドラゴンズの先発は右の梅津、対するバファローズの先発は右の山下、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。ドラゴンズピッチャー交代です。福島降板、左の石森、今日3番手としてマウンドに上がります。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回のトップバッターは内藤、投げました。第2球、スライダーはストライク。投球はこれから3球目、ストライク、追い込んでいます。第4球は初球、見逃し三振、外側いっぱいに決まった。バッターは5番大里、今日はここまで3打数1安打。第1球、第2球、投げました。スライダー見送ってストライク。第3球を投げました。1球外してボール、投げた、ストレートはボール、投げた、低めいっぱい、見逃し三振、低めいっぱいに決まった。バッターは6番池田、今日4度目のバッターボックス。投げた、インロー見送ってストライク。第2球、投げた、打った、ファールボール。第3球を投げた、三振、最後は伸びのあるストレート。さあ、リプレイです。石森、この回見事な投球でした。7回の表が終わって5対2です。ドラゴンズ見事勝利を収めました。ご覧のようにドラゴンズが勝ちました。勝利投手福島、敗戦投手山下でした。ビクトリー。さあ、本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。